今日はウーランの漬け床味噌とウーランの麹ポン酢を使っておつまみを2品ご紹介します。まずは当たり目を使ったおつまみ。当たり目をハサミでチョキチョキ食べやすい大きさに切って、ウーランの漬け床味噌に水を加えて2週間発酵させます。そうすると塩辛みたいな良いおつまみになります。塩辛だとワインを飲むと生臭さを感じますが、当たり目では感じません。当たり目2枚につき漬け床味噌 150g、 水は100から 150g で良い味で調整してみてください。放っておくとその後は炭酸発酵し始めますので、 2、3 週間が食べ時の目安です。柚子や生姜を飾って食べてみてください。それでは次は鶏のスペアリブを使ったおつまみです。使うのはウーランの麹ポン酢になります。スペアリブを麹ポン酢で 2、3 日漬け込みます。漬け込んだ後そのまま魚焼きグリルで皮目を下にして9分、その後裏返して4分から5分で様子を見てください。もし大量に作る場合にはオーブンで250度12分で様子を見てください。オーブンだと多分焼き色は使えないので、10分くらいでメープルシロップをハケで塗ったりすると焼き色が綺麗につくと思います。ぜひ試してみてください。